ストーブリーグが本格化し、ジャイアンツは FA で阪神の大山選手とソフトバンクの甲斐選手の獲得を狙っていると報じられています。昨シーズンの今頃はブルペン補強が課題で、トレードで高橋礼、泉、近藤の3選手を獲得しましたが、今シーズンのオフもトレードでの補強はあるのか考察していきます。今シーズンオフの課題は野手の強化で、ドラフトでは浦田、荒牧の2選手を即戦力として指名しました。ここからさらにトレードでの補強はあるのか、他球団で2軍では結果を出していながら1軍ではなかなか出番が与えられていない有力な選手を紹介していきます。日本ハムの野村選手は今シーズン2軍で200打席以上に立ち、 OPS は1000を超えるという素晴らしい成績を残しました。今シーズン2軍で200打席以上に立ち、OPS1000 を超えているのは野村選手のみで、 OPS900 を超えているのもソフトバンクの正木選手、ジャイアンツの中山選手の3名のみです。ホームラン14本、二塁打14本と長打が多く、65安打のうち約半分の30本が長打でした。三振も24個と少なく、平均を大きく下回る K%11.7 という数字です。ポジションはファースト、サード、レフトの3ポジションが中心で、近年はどこを守っても大きなマイナスを出すことはなく、平均レベルの守備力も持ち合わせた選手です。しかし今シーズン1軍では苦しみ、150打席以上を与えられましたが、打率2割1分、OPS565 と結果を残すことはできませんでした。日本ハムの同じポジションには、清宮選手、郡司選手、水谷選手、マルティネス選手と強力なライバルもいて、1軍に定着するということはできませんでした。来シーズンで高卒7年目の25歳、ジャイアンツでいうと萩尾選手と同じ年代で、日本ハムにとっても貴重な将来の主砲候補のプロスペクトの野村選手なので、トレードで放出するということは少し考えにくいですが、ジャイアンツもそれなりの選手を対価として出せるのであれば、可能性は全くないということはないと思います。それこそ赤星選手クラスを出さないといけないと思いますが、岡本選手が2026年に海外 FA 権を取得し、メジャーへ移籍することは規定路線となっているので、近未来に主砲として活躍できるポテンシャルのある野村選手を獲得できれば大きいと感じます。同じく日本ハムの今川選手も今シーズン2軍で200打席以上に立ち、 OPS829 という結果を残しました。ホームランも8本放っていますが、三振が多く、 K% は20を超えています。今シーズンは外野の全ポジションを守っていますが、メインで守っていたのはセンターで、150イニング以上を守り、守備範囲では大きなプラスとなっています。走塁でもプラスを作ることができ、守備範囲が広く、三振は多いけど長打はあるという、ジャイアンツでいうとオコエ選手のようなタイプの選手だと思います。オコエ選手が2人いると思えば、戦力に厚みは出ると思いますし、長打力はオコエ選手以上にあるかもしれません。今シーズンは日本ハムの厚い外野陣に阻まれ、1軍では20打席ほどしか与えられず、移籍した方が今川選手にとってもチャンスは増えると思います。来シーズンで28歳、早生まれなので年代でいうと岡本選手と同じになり、年齢的にトレードでの放出があってもおかしくない選手になると思いますし、それほど大きい対価も必要ないと思います。ソフトバンクの佐藤選手は今シーズン2軍で150打席以上に立ち、 OPS953 を記録しています。ホームランは2本ですが、2塁打11本、3塁打4本と長打もある選手です。スピードも魅力の選手で、今シーズン2軍で成功率が8割近くで11個の盗塁を決め、通算でも失敗10で56個の盗塁を決めており、通算の盗塁成功率は8割4分8厘となっています。守備でもプラスを作れる選手で、2軍ではセンターを200イニング以上守り、大幅なプラスを記録し、1軍のセンターでも100イニング以上を守って大きなプラスを作っています。三振は多い選手ではありますが、長打がある打撃、盗塁のうまさ、センターでプラスを作れる守備力とかなり魅力的な選手です。ソフトバンクの外野陣は
周東、柳田、近藤のレギュラー3選手に加えて、正木、柳町、笹川といった若手選手とかなり層が厚く、来シーズンで27歳になる佐藤選手の出番は来シーズンも限られてくると思います。トレードで放出するという可能性はあると思いますし、外野手をここまで補強していないジャイアンツなので、チャンスがあるならばトレードで獲得してもらいたい選手です。同じくソフトバンクのリチャード選手は今シーズン2軍で300打席近くに立ち、 OPS875 を記録しています。三振はかなり多く打率は低いですが、ホームラン18本を放つパワーが魅力の選手です。2軍では5年連続でホームラン王となっていて、なかなか1軍では結果を残せていませんが、長打力不足のジャイアンツの中で獲得ができれば戦力になりそうです。サードの守備でも大きなプラスを作れる選手で、三振は許容してホームランだけを狙うような打者として下位打線に置くような起用法だとジャイアンツで戦力になってくれると思います。来シーズンで高卒8年目の26歳、自己最多の116打席に立った2021年から毎年1軍での打席数は減少してきているので、ソフトバンクがトレードなどで放出する可能性も十分にあると思います。ロッテの池田選手は今シーズン2軍で300打席以上に立ち、 OPS は730となっています。前述してきた選手たちと比較すると打撃はやや物足りないかもしれませんが、9本のホームランは放っています。ポジションはファースト、セカンド、サードを今シーズンは守っていて、メインはセカンドでしたが、2軍では500イニング以上を守りプラスの守備指標を記録しています。セカンドの守備でプラスを作りながら、これくらい打力があれば十分だと思いますし、吉川選手の控えセカンドとして良い戦力になってくれそうです。来シーズンで大卒4年目の26歳という池田選手で、ロッテは二遊間は小川、友杉、藤岡の3選手が主力として君臨し、ドラフトでは2位で即戦力の宮崎選手を指名しています。池田選手を放出する可能性は十分にあると思いますし、トレードで狙ってほしい選手の一人です。ここまでトレードで獲得候補となる選手を挙げてきましたが、トレードなのでジャイアンツからも選手を放出しないといけません。その候補となるのは投手が中心で、日本ハムの野村選手クラスであれば、前述したように赤星選手などの先発投手のプロスペクトが対価として必要になるでしょう。2軍で抜群の成績を残した今村、畠、馬場選手あたりも候補になると思いますし、トレードがあったとしてもジャイアンツが投手を放出して野手を獲得するようなトレードになると思います。昨シーズンとは全く違う状況になっていますが、オフに一件はトレードが成立してほしいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。